バスケットボール選手の馬場雄大の妻である女優の森カンナが、彼の来年のパリ五輪出場を祝って、インスタグラムでファンにメッセージを送りました。森は投稿の中で、馬場のプレーに感銘を受け、応援してきたファンたちの喜びを分かち合いました。特に、フィンランド戦での逆転勝利について触れ、観客の声援や全国からの応援、選手へのメッセージが勝利に貢献したことを強調しました。その後、森は馬場に向けて、さて、馬場よ、就職活動が待っているぞ、とメッセージを送りました。馬場は以前、NBA のダラス・マーベリックスと契約し、下部リーグでプレーし、その後オーストラリアのプロリーグに参戦しましたが、現在は無所属状態です。馬場と森は2021年に結婚、その後はアメリカと日本で遠距離結婚生活を送っています。久しぶりに再会した彼らのコート上での抱擁の写真とともに、彼女の強いメッセージは、ファンから感動の声を呼び起こしました。何このただの熱狂感動投稿。お二人とも最高です。さすが奥さん。最高最強夫婦といった称賛のコメントが寄せられました。